皆さん、こんにちは、えー。放送大学佐賀学習センターの宮武と申します。えー、対面授業、軍事都市、肥前名古屋を探るを担当いたしますが、この授業は豊臣秀吉が天下を統一した後、えー、現在の佐賀県唐津市に築、えー、きました、史上最大の軍事基地、肥前名古屋の地をですね、実際に皆さんと歩きながら、 学んでいくという授業であります。 えー、秀吉の本営でした名古屋城、それと周辺の、えー、諸大名の基地となりました神書、こういったものから構成される広大な遺跡なわけですが、これが江戸時代の社会に与えた影響、それから朝鮮疾病自体の中身を通じて、えー、現代社会でも大変な問題になっております、えー、国家間の紛争、戦争、えー、騒乱、えー、こういったものの発生の根源、本質は何であるのか。 そういったことも考えながら、授業を進めてまいりたいと思っております。